はい、先日の両国大会、両国シンデレラで赤いベルを倒して赤いベルトを見事脱出しました。はい、赤いベルトのチャンピオンとして一言お願いします。はい、本当に皆さんの応援のおかげでこうして赤いベルトを私が取ることができました。本当に一時はリングにも立てないんじゃないかっていう思った時期もあった中で、ここまでやってこれたのも、さらにチャンピオンになれたのも、本当に本当に皆さんが私のそばにいてくれたからです。本当にありがとうございます。これからもどんどん防衛していきたいと思うので、応援のほどよろしくお願いします。早速6点に5、6円ホール大会で赤いベルトの初防衛戦、相手が吉子選手に決まりました。両国大会で相川優月引退試合で勝利した吉子選手を相手に初防衛戦を行う意気込みをお願いします。はい、ファイナルマッチを務めた吉子、さらにその相川優月から勝ちを収めた吉子ということで、本当に相手に不足なしだなと思っておりますし、強いし、力も強いし、試合もうまいし、キャラクターもすごい、顔も怖いっていう、そんな選手なんですけれども、その全てを試合では上回って、私がこの赤いベルト絶対にこのまた手元に取り戻します。